どうも皆さんおはようございます。工藤です。4月17日の日曜日朝の7時10分でございます。はい、ちょっとごめんなさいね。ちょっと鼻かんでいいですか。はい、すいませんね。花粉症ではないと思うんだけど、まあでもちょっとね、朝ね外を出てたんで、もしかしたらちょっと花粉を浴びてしまった可能性ある。なんかちょっと朝から鼻水が、はい、出ますが、まあそんなことはどうでもいいんです。うん、はい。で今日は、昨日の夜、告知したように、2022年冬アニメの総振り返りの前編をやっていこうと思います。はい、まあ、時間的には30分くらいになるんじゃないかなと、はい、予想しておりますが、はい、まあ、半分に分けているので今回は12作品ぐらいを、お話ししていって、まあ、その中でもね、特になんか面白かった作品っていうのをいくつか、まあ、前編の中でねピックアップしてお話しして、で後半は後半でまた12作品お話しして、でその中からまた特におすすめな作品っていうのをピックアップしてお話しするっていう形にしようかなと思います。はい、まあそんなに真面目な話ではないので、私も軽くねちょっと朝コーヒー飲みながらトークしていこうと思います。うん、はい、じゃあやってみましょう。まず第一作品目、一つ目はですね、彩り緑ですね。はい、彩り緑っていうね作品が、2022年冬アニメに入ってたんですけど、これはねもともと何なんだろう、あれはショートアニメなんですけど、何分ぐらいだっけな、3分か5分ぐらいの短いショートアニメなんですけど、全部で8話かな確か。うん、で、最終回を迎えたっていう感じで、はい、なんだろうな、まあ、ショートアニメだし8話しかなかったんで、なんかすんごいあっという間に終わったっていう感じがしました。はい、最初ねなんか確かに8話はちょっとこうキリのいい終わり方ではあったような気がするんだけど、なんていうのかな、最終回みたいな、なんか最初最終回だと分からなくて、ずっとね続きを期待してたんですけど、一向に続きが入る気配がなくて、うん、あれもう最終回で終わったのあれみたいな感じでした。はい、まあアニメとしてはね、なんだろう、ボリュームも少ないしつまんないわけではないんだけど、かといって面白いかと言われると、アニメとして皆さんにおすすめできるかと言われるとちょっと微妙なところですね。うん、確かね、彩り緑ってなんかのゲームかな、なんだっけな、彩り違う、いやエラーが発生してるってなんでや、あらら、ちょっと待って U-NEXT が調子悪いぞ、これか、音楽ゲームか、彩り緑っていう音楽ゲームがあるのかな、ちょっと私は遊んでないんですけど、彩り緑っていう音楽ゲームがあって、そのゲームから生まれた日常系のアニメっていうことらしい。うん、だね、ショートアニメ化決定っていうふうに書いてあるから、ストーリー、そうだね、8話かな、やっぱり8話ですね。うん、原作の公式サイトがあるね、なるほど、そっかそっか、やっぱ音楽ゲーム、リズムゲームが原作なんですね。うん、これ面白いかな、音楽ゲームってね、めちゃくちゃ今さ大人気ジャンルだからね、スマホのね。うん、それこそ、なんだっけ、ガルパ?ガールズバンドパーティーとか、プロセカ、なんだ、プロセカ、D4DJ とかもそうか、アニメやってたもんね。あとは、
何言ったっけ、ちょっとわかんねえや、まあ、そんな感じでね、もう本当いろんな音楽ゲームがあるから、まあ、そのうちの一つっちゃ一つなんだけど、うん、まあ、そんな音楽ゲームをショートアニメ化した作品っていうのが、あの今回私が見た彩り緑っていうアニメで、はいはい、まあおすすめできるかと言われると、あのおすすめはできません、はい、残念ながらね、はい、まあなんかバンド系のゆるいショートアニメが見たいっていう方か、もしくはやっぱその彩り緑をプレイしてて、あの大好きなファンの方におすすめできるのかなっていう感じです。はい、原作未プレイの方にはおすすめできる作品ではございません。はい、というわけで彩り緑でした。はい、続いて、王様ランキング、はい、出ましたね。王様ランキングは、まあ、今回2クール目ですかね、はい、2クール目でついに最終回を迎えたということになります。あれ最終回だったんだよね、ちょっと待って、王様ランキングってあの終わり方がさ、なんかちょっと終わり方がなんかちょっとさ、こう続編あるような感じの終わり方だったんですよ。あのまあおそらく原作が続いてるからそういう演出なのかもしれないんですけど、まあ、ぼっちとね、影くんのその冒険はなんか新たな、なんか新たな新ステージというかさ、ね、あ、これネタバレになるから、ネタバレはねあんましない方にいいようにするんですけど、なんだろう、ぼっちと影くんがまあなんていうのかな、まあ、新たな冒険に出かけたというか感じで、まあ終わったは終わったんですけど、結局その王様ランキング1位になると何が起こるのかみたいな、ね、なんだっけ、王様ランキング1位になるとなんかどんな願いも叶えるだったっけかね、みたいな感じになって、でもなんかその後なんか姿をくらますみたいな、うん、王様ランキングってなんか結局誰がなんか運営してて何なのみたいなところ、そういった謎がね結局解決されないまま終わってしまったんですけど、うん、だからそこを描いていくつもりは多分そもそもなかったから、あの終わり方だったのかなというふうにも、はい、感じますけど、うん、全部で23話ですね。はい、まあでもアニメとしてはすごい面白かったね。でもね、うん、なんだろう、ちょっとまあ、子供向けといえば子供向けの、まあ、イラストもそうだし、なんかこうストーリーもちょっとこう大人が見ても楽しめるんだけど、子供が見ても全然楽しめるようなこうストーリーになってるし、うん、だからといって子供向けかと言われるとそうでもないっていうね、うん、なんか節々になんかこうなんだろうね、自己啓発本じゃないんだけど、なんかちょっと大人でもさ、ちょっとこうグッとくるような、ちょっと考えさせられるようなセリフとか展開があったりして、なんかうん、すごい良かったなと思います。はい、ちょっとあまりうまく言葉にできないんですけど、うん、良かったっすね。なんかあのぼっちがさ、結局ね、あの耳も聞こえない、喋れないで、力も何もない状態から、あの、まあ、どうやって王様になるかみたいなこうストーリーですけど、なんか結局今のこう現代を生きる私たちにもなんかいろいろ当てはまるものがあるんじゃないかなと思ったりね、うん、結局だから自分の能力を生かせる場所でやっぱ活躍するというかね、結局ぼっちはだから喋れない、耳も聞こえない、力もないけど、自分の能力、その能力というかそのね、スキルとか自分の得意分野を生かして、その生かしてその得意な技とかを工夫して
工夫した戦い方をして、強い強敵と戦って勝つと言ってね、だから力が全てじゃないんだよみたいなね。最初やっぱさ、その力がないからボッチは弱いんだとかね言われてましたけど、結局だから自分ボッチにしかないその能力とか、ね、戦い方っていうのを駆使して、自分より強いね、力だけに関して言えばもう圧倒的な、ね、人たちにもこうどんどん勝っていくっていうところは、なんかやっぱ現代のね私たちにも通ずるところがあるんじゃないかなと思います。はい、うん、なんかそういう意味でもなんか見る価値はあったのかなと、はい、思いましたね。はい、うん、私ね原作はね読んでないんですけど、私の好きな YouTuber の方でさ、まこなり社長っていう方がいるんですけど、プログラミングスクールのテックキャンプかな、テックキャンプの社長やってるねまこなり社長っていう、まあ、YouTube もやってるんですけどっていう方がいて、その人がね、YouTube で結構前かなにおすすめしてたのがこの王様ランキングっていう確かね漫画なんですよね。私もそれで知って、王様ランキングっていう作品があるんだと知ったっていう感じで、うん、その人がまあいろいろね、その王様ランキングの漫画の素晴らしさについて語ってるんで、まあ、その人のね動画なんかも参考にしてみるといいのかなと思います。はい、うん、私は結局まあ原作は読まずにアニメだけをこう全部ね追っかけてきたっていう感じなんで、はい、もしね原作とかも気になる方は読んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、王様ランキングは本当にね、内容もそうだし結構一般の人、そのアニメを普段見ない人にも受け入れられやすい作品だと思うので、はい、私としてもすごいおすすめしやすいかなと思いますね。うん、アニメすっごい好きな、アニメな、なんか私みたいなね、なんだろう、アニメオタクみたいな人も楽しめると思うし、いわゆるそのワンピースとかさ、鬼滅とか、ああいったなんか本当にもう世間一般的にやっぱ人気のある作品とかをしか見ないような人にも結構おすすめできる作品かなと思います。はい、というのが、王様ランキングです。はい、じゃあ次、次はですねバンドリ、ガルパピコフィーバーですね。これはね、まあ、ショートアニメですね。これこそ3分とか5分ぐらいしかない、短いアニメで、これ前も言ったのかな、まあ、バンドリのね、これがさっき言ったリズムゲームガルパ、ガールズバンドパーティーの、アニメ、ショートアニメですね。まあ、原作は何なんだろう、アニメなのかどっちが先なんだろう。まあ、なんかメディアミックスみたいな感じでなんか両方同時進行っていう感じもあったのかな。ちょっとどっちが先かはあんま覚えてないんですけど、まあ、そもそも、ゲームがあったりでアニメもあったりして、はい、でこのバンドリー、ガルパピコフィーバーはさらにそのスピンオフみたいな感じの立ち位置にあるショートアニメです。はい、もうすでに3クール目ぐらい、3期ぐらいやってるのかな、うん、ですかね。でそれがまあ2020年冬アニメとして入ってたっていう感じです。はい、まあ、これもね、そうだな、ショートアニメだし、バンドリを知らない人が見るものではないのかなと思います。はい、うん、あくまでその、まあ、スマホゲームのリズムゲームのバンドリ、ガールズバンドパーティーを遊んでいるユーザー、もしくはバンドリのアニメの方を知っててプラスで楽しむっていう感じだと思います。はい、ガルパピコフィーバー単体で楽しむっていうのはちょっと厳しいのかなと、うん、思いますね。まあでもどうなんだろう、最初の方は、いや覚えてねえな、最初の方どんな話だったっけな。今回はその3期だったんで、もうね、もういろんな新キャラも出てくるし、うん。あ、でも、一番最初、そのガルパピコフィーバーの一番最初から見るんであれば、もしかしたらいけるかもね。
なんか最初ね、キャラクター紹介とかも合ってる気がするんだけど、うん。ただ、だいぶその、コメディ寄りなんで、コメディ寄りでかなり軽い話がたくさん並んでるっていう感じなんで、うん。本編のアニメの方は、結構、なんだろう、重い話というか、ね、バンド結成のお話とかね、結構真面目なお話もたくさんあったりして、個人的にはそっちの方が好きなんだけど、はい。まあでもなんかちょっとこう気晴らしに、なんか軽く、なんかあんまり何も考えずに見たいアニメ、なんかないかなっていう人には、まあいいのかなと思ったりはしますね。はい。まあそれが、バンドリガルパピコフィーバーでした。はい。続いて、からかい上手の高木さん3ですね。はい。まあこれはね、もう3って言ってるように、もう、からかい上手の高木さんの第3期ですね。はい。第4期があるのかどうかは、ね、ちょっと分かりませんけど、一応ね、今年の6月の10日だったっけね。に、からかい上手の高木さんの劇場版が、はい、公開される予定でございます。はい。で、今回はそうだね。まあ3期ということだったんだけど、そうだな。個人的には高木さんに2期の終わり方の方がドキドキしたかな。うん。まあからかい上手の高木さんの3の最終回はホワイトデーだったかな、確か。ちょうど後半バレンタインが始まるっていうか、そのバレンタインのお話があったり、そこからバレンタインのお返しのホワイトデーの話があったりして、確か最終回3月14日みたいなタイトルじゃなかったっけ、確かね。うん。なんですけど、個人的にはそうだね、やっぱ2期かな、2期のね、やっぱエンディングの終わり方がすっごい良かったんだよね。うん。ちょっと泣いちゃったもんね、なんかあまりの感動に。なんか3期も良かったんだけど、最後ね、なんだっけ、オレンジレンジの花だっけね、が流れてすごい良かったんだけど、個人的にはそうだね、やっぱ2位の方が良かったかなと思います。はい。まあからかい上手の高木さんも結構おすすめしやすい作品なのかなとは思いますね。うん。まあ一般受けしやすい作品 だと思います。なんかそのすごいなんか独特の世界観ってわけでもないし、なんかちょっとエッチなシーンがあるわけでもないので、なんか女性にもすごいおすすめできる作品。もうとにかく、まあラブコメといえばラブコメなんでね。うん。ラブコメっていうとやっぱちょっとエッチなシーンがさ、男性向けに作られてて、ちょっとエッチなシーンがあったりすることもあると思うんだけど、まあそういったこともないから、うん、すごい安心して見られる作品ですよね。うん。女性でも男性でもなんかこう、ついキュンキュンしてしまうような作品かなと思います。はい。まあ、強いて言うならば、なんかね、そうだな、まあ、今回3期ですけど、これからからかい上手の高木さんを1から見たいっていう人にアドバイスするんであれば、ゆっくり見るのをおすすめするかな。うん。なんていうのかな、からかい上手の高木さんはなんか一気にね、全部こうまとめてガーって見るものじゃないのかなと思ったりします。はい。ゆっくりゆっくり自分のペースでなんかこう見ていくのがいいのかなと個人的には思いますね。はい。リアルタイムで見てると、まあ1週間に1回ずつ見れるんでいいんですけど、やっぱもうすでに全部終わってると、まあ Netflix で見れるんですけど、からかい上手の高木さんってファーストシーズンからサードシーズンまでね、全部見れるんですけど、まあ、全部見れる分いつでも全部見れるから、まあ、見てもいいんですけど、多分ね途中で飽きちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあいい意味で言うと、すごいこうほわわーんとしててほのぼの系の作品だから、まあなんかあんまりこうハラハラドキドキみたいな、まあドキドキキュンキュンはあるんですけど、なんかこうなんだろうね、他のラブコメとかで言うさ、なんかこう裏切られてるんじゃないかみたいなドキドキとか、なんかそういうハラハラ感はあんまりないんだけど、
だからこう落ち着いてね、さっきも言ったけど安心して見れるって言ったんだけど、あの安心して見れるがゆえにちょっと連続でずっと見てると飽きてきちゃうんじゃないかなというふうにも思います。はい、だから個人的には1から全部見るんであれば、ゆっくりね、ちょっと間を空けてみたりするのがいいのかなと思ったりはします。はい、それが飽きずに見るあのコツっちゃコツかな。うん、そう、最低でもやっぱ1日に1話ずつとかのぐらいの方が見やすいかなと思います。はい、他のさ、なんかジャンプ作品みたいなバトルがあったり、すごい展開がこうハラハラドキドキして、もう次が見たい、次が見たいっていう感じじゃないんだよね。うん、で前は前はやっぱりこうなんか、まあ、知ってる方ならわかると思いますけど、からかい上手の高木さんって1話の中にこう3つぐらいお話があって、2人のほのぼのとした日常っていうか、からかいバトルがねこう描かれてるんで、うん、だからやっぱり一気に見ようと思うとちょっと飽きちゃうのかなっていう気はしますね。はい、そこだけご注意ください。はい、現時点で20分ぐらいか、このペースでいくと本当半分で1時間ぐらい喋っちゃいそうだな、やばいな。じゃ続ね、東京24区です。はい、東京24区はね、そうだな、クローバーワークスさん制作のアニメだったんですけど、まあ、この後ねお話しする作品も、あの実はクローバーワークスの作品が2作品ぐらいあるんですけど、まあ、そのうちの1作品かな。うん、2022年の冬アニメはね、クローバーワークスさんめっちゃ頑張ってて3作品ぐらいね作ってたんですけど、その中の一つで東京24区っていうアニメ作品があったんですが、こちらはですね、そうだな、あの私1話見た時の感想もね軽く喋ってるんですよ、クドラジでね。はい、喋ってるんですが、1話がやっぱりちょっとこう、やっぱ1話はさ、やっぱどうしても力を入れて作らなきゃいけないじゃないですか、やっぱね。1話で視聴者の心をグッとつかめないと、結局あこんなもんかみたいな感じで、ね、こう離れていっちゃうから、まあ、1話に力を入れるのはすごいわかるんですけど、なんか1話がすごいなんか、あ、なんか独特なアニメだなっていうような話をね多分してたんですよ。しかも1時間スペシャルだったしね、確か東京24区の第1話ってね、確かね、だったんですけど、まあ、全体として見るとそこまで面白かったかって言われるとちょっと微妙なとこですね。はい、まあ、面白くなかったわけではないんですけど、なんかニトロプラスの人だったかなが、ストーリーかなんかに脚本だったかな、携わってたはずなんですけど、そうか、これネタバレになるからあんま言えねえか、そうか、難しいな。まあなんかちょっとね、設定というか、なんか隠された真実みたいな部分は、なんかもうちょっと隠してくれてた方が、なんかもうもっとこう驚きみたいな部分あったのかなと思うんですけど、なんかそこまでなんか、まあそうだよね、そうだよねともならないけど、ぐらいの感じで、そこまでなんかこうアクションとかねあって、まあ面白かったっちゃ面白かったんだけど、これから見たい人に、これから見る人に対しておすすめできるかっていうと、ちょっと微妙ですね。はい、だったら他の作品を見た方がいいんじゃないかなっていう気もします。はい、あとね、その途中ね、結構危うい時があって、危ういっていうのはその放送がっていうか、途中ね総集編が確か入ったりしたんだよね、確か違ったかな、総集編が入ったり、あと1週間休んだりみたいな、あれ今週東京24区ねえじゃんみたいなことがねあったりして、ちょっとこう見てる側からしても大丈夫かなって、東京24区、まあ、クローバークスワークスさん頑張ってるんだけどね、大丈夫かなちょっと心配になっちゃったかなと。まあでも今これから見る人はね別にそんな関係ないんでいいんですけど、もうすでに配信されてるんでねいいとは思うんですけど、まあ、リアルタイムで見てた人間からすると、
うん、ちょっと大丈夫だったのかなってちょっと心配になりました。はい、まあ、一応完結してるんで、はい、これから見る人は問題ないと思います。はい、まあ1週間放送されなかったからといってその何だろう、それ以降のね作画が崩壊するとかそういうことではなかったので、まあ、そこは安心して見れたかなと思います。はい、ちゃんと最終回までね完結したので、うん、です。はい。まあ、それが東京24区でした。はい。じゃあ続いてはですね、来ました。鬼滅の刃遊郭編ですね。はい。まあ、これは、まあ、2022年の冬アニメというよりは、ね、去年の12月か、かな？確か。去年の秋アニメで、2021年の秋アニメで鬼滅の刃のテレビアニメの無限列車編がね始まって、それが終わって12月から、鬼滅の刃、遊郭編が、まあ、スタートして、でそれが2022年の冬アニメの時期に、まあ、ちょうど完結したという感じですね。はい、だから鬼滅の刃の遊郭編はだいぶ早い段階で終わりましたね。うん、はい、何月だっけ、1月とか2月ぐらいに終わったよね。うん、あのね、もうこれはね、もう私から何言うことはないんだよね、ほんと。なんだろう、もうあの人気を見ればわかるでしょ、あのこの素晴らしさ、作品の面白さはさ、うん、わざわざ私が語るほどのことじゃないんだけど、もうとにかくね、なんていうのかな、もうテレビアニメのレベルを超えてるんだよね。もう毎回毎回がもう映画なんですよ。映画。クオリティが。もうね、他のアニメと比較するとか、そんなことできないね。もう、うん。クオリティのレベルがやっぱ他の作品とはもう違いすぎて、うん、どっちが面白いとかって、そういうレベルじゃない気がします。はい。なので、鬼滅の刃遊郭編はもうとにかく見るべし。まあ、そんなこと言うんだったら、まあ、鬼滅の刃自体をまだ見てない人は、もうまず見るべしですね。うん。本当にね、遊郭編、その、やっぱ無限列車編がすごい人気があって、まあ、テレビアニメ版もそうだし、映画、特にね、映画がすごかったっていうのもあるので、やっぱその遊郭編で、ね、継続してやっぱファンを獲得できるかみたいなところがあったかなとは思うんですけど、もうがっちりとね、もうなんかファンの心を掴んでいったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ少なからずともやっぱね、無限列車で、やっぱ無限列車の映画だけは見たけど、それ以降やっぱ鬼滅の刃見てないとか、遊郭編は見てないみたいな人もね、いるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、と思うんですけど、やっぱりね、でもその無限列車のこう人気を、うん、超えてはいないとは思うけど、でもかなりのやっぱクオリティでね、描いてくれたので、すごい良かったですね。もう毎回毎回ね、楽しみでしょうがなかった、本当に。いや、もうここで切るんかみたいな、本当に。私ね、原作読んでないので、全部ね、遊郭編ぐらいまでは確かね、いや、じゃあもうちょっと先かな。もうちょっと先まではね、私一応漫画読んでたりはしてたんですけど、途中で読まなくなっちゃって、全部読んでないんでね。遊郭編は一応読んではいたんだけど、記憶がね、結構曖昧だったんで、本当に今回、アニメ見ながら私も一緒にこう楽しんでたっていう感じでございます。はい。いや、本当に良かった。最終回はね、ちょっとこう泣きましたね。まあ、鬼滅の刃ならではのなんか、鬼もね、まあ、そう、これも話したんだね。鬼滅の刃最終回の見た後にね、話したんだけど、その、結局、絶対悪っていうのはまあないんじゃないかなっていうふうにも私も思いました。はい、絶対的な正義もなければ絶対的な悪っていうのもないんだなっていうふうには、改めて考えさせられましたね。うん。まあ、鬼だから悪いっていうふうにも、まあ、描かれてますけど、その鬼にもやっぱね、鬼になった経緯があったり、苦しい過去があったりみたいなね、感じで、鬼だから悪なんだけど、人殺したりしてね、まあ悪ではあるんだけど、
絶対的な悪ではないっていうところがやっぱ面白いところかなと思いました。はい、あとはもうね、オープニングもう言うことないですね。鬼滅の刃の遊郭編のオープニングも最高でしたね。まあエンディングもオープニングもエメさんでしたけど、やっぱオープニングの人気の方が、根強いのかなと思います。はい、残響参加ね、もういろんな人が歌ったりとか、今 PV とか 何回差ぐらい再生されてんだろう。ちょ待ってね、残響参加、参加、エメの残響参加ミュージックビデオ7731万回すげえな。すごっ。まあ多分歌ってみたのよね、曲とかもあったりするだろうし、私の大好きなね、あのおめしっさんの2人も謎ミュージックビデオで歌ってみて出してましたので、まあ、それも見ましたけどね、もう本当にまあかなり話題になった、ね、音楽作品なんじゃないかなと思います。はい、すごいね、ミュージックビデオの方で7700で、ファーストテイクの方でも2400だから、まあ、合わせるともう1億回ぐらいは再生されてるっていう感じですね。うん、すごい。だから本当にまあこれから見る人にもやっぱおすすめしたくなるよね。これはもうどうしようもないじゃん、もうさ、ここまで面白いと。うん、はい、もうこれはやっぱ今回見たアニメの中ではもう一番ですね。うん、2022年の冬アニメのナンバーワンを決めろって言われたらやっぱ鬼滅の刃かなと思います。はい、まあ、ちょっと時期がね、最初も言いましたけど、時期がちょっと、ね、去年の秋から12月から入って継続で、まあ、冬アニメっていう感じにしてるんであれですけど、うん、2022年冬アニメとして見るんであればやっぱナンバーワンかなと思います。はい、誰も文句はないと思う、おそらく。うん、はい、っていうのが、鬼滅の刃遊郭編でした。はい、続いてはですね、ワールドトリガーのサードシーズンです。はい、ワールドトリガーはね、やっぱ結構ねコアなファンがいますね。うん、私がねワールドトリガーの話をクドラジで上げたりすると、ま、ね、結構やっぱ他のエピソードに比べるとちらほら再生されるんですよね。うん、やっぱ結構好きな人いるんだなと思って、私も嬉しいです。私も結構ワールドトリガー好きなんですよね。うん、なんだろうね、なんかその、まあ、今だとさ、ライトノベルとかで言うとやっぱ主人公がめちゃくちゃ強いチートの能力を持ってたりして、で無双したりするみたいなさ、話が結構まあありきたりというか感じかなと思うんですけど、まあ、ワールドトリガーはもともとねジャンプの作品で、まあ、ジャンプはあんまりそういう俺杖系の無双作品はそんなにはないかなと思うんですけど、まあ、あったとしてもなんかブリーチもぐらいかなブリーチはでも俺杖系だけど、やっぱそれと同等のやっぱ敵が出てきてね、その能力のなんか相手が強くなったで一回やられる、そしたら主人公もまたさらに強くなって一回敵を倒す、でも倒すっていうか、もうなんか勝って、で勝ったと思いきやさらに相手がまた強くなって強化されてね、繰り返しなんだよねっていうのもあったりして、まあ、ブリーチはまたちょっと違うんだけど、でもやっぱジャンプ系はそういうなんか本当にただ主人公が強いだけの作品っていうのはあんまなくて、まあ、このワールドトリガーも、うん、主人公はまあ三雲治っていう主人公は三雲治なのかなユーマが主人公と主人公なんだけど、三雲治っていうキャラクターは、まあ、正直言うと全然主人公っぽくない、メインキャラっぽくないんだけど、でもやっぱそこがねやっぱ面白いところで、その三雲治とユーマ、まあ、ユーマはねだいぶ戦闘能力の高いキャラなんだけど、でもやっぱそこのなんだろう、めちゃくちゃ強いチート級っていうわけではない、その完全無敵のっていう感じではなくて、やっぱり負けることもあって、うん、やっぱそういったキャラと、あとチカかな、チカ
チカちゃんもいて、まあ、チカちゃんはチカちゃんですんごい能力を持ってるんだけど、でもやっぱりこう弱点もあって、うん、そういった弱点を敵がついてきたりするから、そこをどうやっぱ乗り越えていくのかみたいなね、こうやっぱ戦略性がやっぱねワールドトリガーの一番の魅力なんじゃないかなと思います。はい、どうなんだろう、やっぱ女性ファンが多いのかな、ワールドトリガーってね。まあ、男性キャラがやっぱ比較的多いとは思いますけど、やっぱ男性キャラかっこいいとかっていう人結構女性ファン多いんじゃないかなと思いますね。うん、まあでもやっぱり私はワールドトリガーは、ワールドトリガーの一番の魅力はその戦略が面白いところかなと思います。本当に毎回毎回ね、今回はどうやって勝つんだろうとかさ、この危機的状況どうやって乗り越えるみたいな部分がね、ものすごく楽しみでワクワクしてね、そうきたかみたいなね、うん、もうユーマの毎回毎回のこう突飛なね、こうトリガーの使い方にもこう驚かされるみたいな、毎回みんながね、みたいな、そんなことできんのみたいなね、うん、のがあったりしてすごい面白いですね。はい、今回サードシーズンっていうのが2022年の冬アニメの段階で、まあ、終わったので、まあ、今回お話しさせてもらいましたけど、一応メインはね2021年の秋アニメあたりからずっと入ってて、で、2022年の冬アニメの時期に、まあ、ちょうど終わったという感じですね。はい、今回サードシーズンだったんで、うん、おそらく今後もフォースシーズンっていう感じで多分入っていくと思うんだよね。はい、なので今後の展開に、はい、期待したいと思います。はい、以上がワールドトリガーサードシーズンでした。はい、続いて怪人開発部の黒一さんですね。はい、はい、怪人開発部の黒一さんはリアルで実在する、ご当地ヒーローを、なんていうのかな、味方につけた作品というか実際にアニメ作品の中にそのご当地の実在するヒーローっていうのがたくさん出てくるんですよ。うん、でエンディングとかでこのヒーローはフィクションではありません、実在しますみたいな感じで出てくるんですよね、本当におそらくキャストさんとかも声を当ててるね人たちも多分本物なんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかそこがちょっとこうユニークな、これまでのアニメ作品にはあんまりなかったんじゃないかなと思うし、今期の作品の中ではやっぱちょっと異色な感じの作品でしたね。はい、まあおすすめできるかと言われるとちょっと微妙ですけど、そうだね、作画レベルはちょっと今低めです。はい、ちょっとところどころこれ大丈夫かなって思うシーンもやっぱありましただね。うん、そうだな、まあ、おすすめはできないですね。これから見る人にこれめちゃくちゃ面白いからおすすめできるかって言われるとそれはちょっと微妙ですけど、うん、ただ私個人としてはまあまあ面白かったのかなと思います。はい、まあなんかそんな難しい話でもないし、なんか、まあ、どっちかというとコメディ寄りなお話ですかね。うん、コメディ感の強いなんかご当地ヒーロー をなんかテーマにした作品っていう感じです。はい、まあちょっとねマニアックなんで結構うん、マニアックな作品なんで一般の方にはおすすめできませんが、アニメが好きでね、そういうなんかちょっとマニアックな作品見てみたいっていう方にはおすすめです。はい、っていうのが、怪人開発部の黒一さんですかね。まあ、こんな感じでちょっと軽めですけど、はい、じゃあ次はですね、これはね、まあ、ちょっとまだ完結してないんで言うべきなのか分かりませんけど、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンです。はい、第76話からですかね。うん、そうだね、私はあんまり進撃の巨人詳しくないので、一応毎週見てはいたんですけど、うん、見てはいたんですけど、なんていうのかな、正直前の話とかもほとんど覚えてなくてうん、で今さまた終わったじゃないですか、4月から入んのかな進撃の巨人、どうなんだろう。
で、また多分間が空くでしょ。で、間が空くと、また私の頭からスポーンって、この2022年の冬アニメに見た内容が全部抜けるわけですよ。スポーンってね。どっか消えちゃって、で、また、あの、ファイナルシーズン再開されて、始まるんだけど、あれこれ、どんな話だったっけみたいな感じになるんだよね。だから、もう毎回、進撃の巨人はね、もう間がポツポツ空くんで、もうね、あまりこう理解して見るっていう気はもうなくなりました、私の中には。とりあえず、なんか、なんだろう、巨人バーンみたいな。巨人と戦う、バーンみたいな。そういったそのアクションシーンとか、なんとなくの、雰囲気を楽しんでるっていう感じです、私は。もう、進撃の巨人はね。うん、だからこれからね、進撃の巨人を、まあ、1から見ればいいよ。1からね、全部見る人はいいかもしれない、うん、ただ76話以上、下手したら100話くらいになるのかな、うん、になるので、かなりボリューミーな作品なので、うん、まあ、相当覚悟が必要かなと思います、はい、しかも内容もかなり重いしね、重いし暗いし、うん、まあそうだな、私はね、もう二度と見たくないっていう感じ。うん、もう無理、絶対嫌だ。うん、ボリュームも多いし、ちょっと暗いし、私はちょっと一から全部見直せって言われたらもうちょっと無理ですね。無理無理無理、絶対無理、うん、っていう感じです。まあ、本当に好きな人はもういると思うんでね、やっぱ根強いファンがね、いるんであれですけど、うん、まあ、漫画もあるんで、漫画は完結してるんだっけね。だから漫画で追っかける人もいるだろうし、まあ、アニメで追っかけたいっていう人もいるだろうし、まあ、そこは人それぞれですけど、私はとりあえずね、漫画も読んでないので、まあ、とりあえずアニメを追っかけるしかないんですよ。うん。まあ、だから、まあね、まだ最終回までってどれぐらいあるんだろうと。まだ終わんねえのかっていう感じなんだけど、個人的には。うん。もう早くね、最終回迎えてくれるといいなと思っております。はい、まあ、そんなところですかね、私から喋れるのは。うん、本当になんとなくで見てるので、はい、バーンドカーンっていう、まあ、なんか戦闘シーンとか雰囲気を楽しんでるだけなので、ちょっとあまり深くは語れないですけど、はい、ここまでにしといてしときたいと思います。はい、じゃあ続いて、あけびちゃんのセーラー服です。はい、これはね、まあ、さっきね、東京24区の作品を手掛けたクローバーワークスさんの作品まだあるよって言ったんですけど、これですね。これも、あけびちゃんのセーラー服もクローバーワークスさんの作品の一つですね。はい、いや本当にね、あけびちゃんのセーラー服は、まあ、私ね、漫画もちらっと読んだことがあるんですけど、本当になんかこう女の子の描き方が綺麗というか、まあ、タイトルにセーラー服って入ってるだけあって、やっぱセーラー服の描き方というか、もうめちゃくちゃ凝ってるなっていうのは分かります。うん、あとなんかその原作でこう女の子のこう一枚絵じゃないけど、こうなんかすごい魅力的なシーンがあって、なんか確かに、確か原作でもこう女の子一人をこうバンバンっていう、あれだけど、なんかこう、なんか見開きじゃないけど、なんかこう、でっかく映すシーンがあったりするんだけど、そこもやっぱ原作通りなのかなって思ったりしましたね。うん。いやすごい良かった。はい。まあ、そのなんか、ね、ワールドトリガーとか鬼滅の刃みたいな、そのドキドキハラハラの展開っていうわけではないんだけど、どっちかっていうと、あけびちゃんを通した、学園日常のアニメっていう感じではあるんだけど、普通のなんかその学園ものの日常アニメというよりは、なんかやっぱアケビちゃんがね、主人公のアケビちゃんがやっぱこう活発な女の子で、クラスのみんなを巻き込んでね、いろいろ面白いことをやってくれたりするので、まあ、そこがやっぱ面白いところなのかなと思いましたね。うん、ただのなんかゆるふわ日常アニメっていう感じではなくて、なんかやっぱ最後のね、学園祭、文化祭かな
のところとか、まあ、体育祭か、体育祭もあったり、文化祭もあったりしました。体育祭だったっけか、あれどうだったっけ、文化祭、学園祭、ごめんなさい、ちょっと忘れましたけど、うん、いや本当にね、その最終回もすごい良かったし、2期入るんじゃないかなと個人的には思います。うん、結構人気あったんじゃないかな。うん、すごい良かったね。はい。あとね、個人的にはあけびちゃんのセーラー服のオープニングが結構好きで、始まりの刹那っていう曲かな。はい。あけびちゃんが所属する1年何組だっけ ?2 組 ?B 組、あ、ちょ忘れたけど、うん、そのあけびちゃんが所属するクラスのメンバーみんなで歌うオープニング曲なんですけど、始まりの刹那っていう曲ね。もうね、第1話で聴いた時からこの曲めちゃくちゃいい曲だなって思ってたんで、うん、めちゃくちゃ好きですね。はい。2022年の冬アニメのオープニング曲の中では、そうだね、他にもいい曲はあるんですけど、トップ3ぐらいに入るんじゃないかなというふうな感じです。もうさっきの鬼滅の刃の、あのエメさんのね、残響参加なんかも含めてトップ3に入れてもいいんじゃないかなっていうぐらい個人的に好きな曲でした。はい。今ね、YouTube、昨日だったかな?そう、ちょうどね、昨日ぐらいに、あけびちゃんのセーラー服のブルーレイか、だったかな?の第1巻が出るってことで、その、リリックビデオ、オープニング曲のリリックビデオみたいなのが、確か、出てましたね。はい。まあ、気になる方は、あけびちゃんのセーラー服のオープニングって調べたりとか、あとは、始まりの刹那とかっていうふうに、検索すれば出てくると思いますので、ぜひ聴いてみてください。まあ、アニメ見た方はね、あの、オープニング曲知ってると思うんですけど、あの、まだ、あけびちゃんのセーラー服知らないよっていう人は、その、オープニング曲だけでもぜひ聴いてほしいなと思います。はい、すごいいい曲です。はい。なんだろうね、なんかこう、なんだろう、明るい曲なんだけど、ちょっとこう、若々しい、すがすがしいやっぱ感じもあったり、する曲かなと個人的には思いますね。はい、ぜひアニメもね面白いので、あけびちゃんのセーラー服、まあ、原作もあると思うんですけど、はい、もし気になる方は見てみてください。はい、じゃあ次、そのビスクドールは恋をするですね。はい、まあ、こちらも、クローバーワークスさんの作品ですね。うん、いや本当クローバーワークスさん頑張りすぎなんだけど、ですね、こちらは、そうだな、私原作をね、Unext で、試し読みかなんかで、はい、1巻だけかな。確か1巻か、1巻丸々読めなかったか、ぐらいの感じで、はい、読んだことはあるんですけど、まあ面白かったですね。うん。もう一言、面白かった。はい。ただ、あの、あけびちゃんのセーラー服、と比べるとちょっと他の人にはちょっとおすすめしづらいっちゃしづらいかな。そのなんていうの、いやちょっとエッチというか、うん、まあそう、なんかちょっとそういうね、なんだろうドキドキするシーンがあるので、あのどうなんだろう、女性ファン、いや私はやっぱ男なので好きで見てましたけどね、女性がそういった作品を好きなのかどうかってもちょっと私には分かりかねるのであれですけど、うん、まあでも作品としてはすごい面白かったのでぜひね見てほしいとは思うんだけど、うん、まあそのコスプレと、まあ、ラブコメっていう感じのお話で、うん、まあでもあれなのかな、結構そのコスプレっていう部分はやっぱりこだわってで作ってたみたいで、確か、うん、ちょっと私あんまりコスプレのこととか全然わからないし、服のことも全然わかんないんですけど、なんかその結構コスプレの部分に関してはちゃんとこだわって作ってたみたいなことをね聞いたことがあります。はい、まあ実際ねそのコスプレとかする人の話を聞いてみないとわかりませんけど、まあ、コスプレ好きな方とかはぜひ見てみて欲しいなと
思います。まあコスプレするぐらいだからね、アニメ作品好きだから、あ、まあわかんないか、いやゲームが好きっていう人もいるしね、アニメは見ないけどゲームが好きっていうとかね、他にも漫画は読むけどアニメは見ないっていう人もいたりするからあれですけど、まあ、でも本当コスプレする人とかにはぜひ見てみてほしいなと思う作品でしたね。はい。あとはまあ単純にラブコメとしても楽しめる作品だったので、うん、すごい良かったと思います。はい。うん、っていう感じですかね。あ、ビスクドールのオープニングも個人的にはすごい好きですよね。うん、スピラスピカのサンサンデイズ、うん、これもねすごい良かった。私スピラスピカ個人的に結構好きで、うん、結構いろんなアニメの主題歌担当されてるんですけど、結構どの曲もね、なんだろう、なんかね、こうどの曲も大体好きなんですよね、なんかうん、なんかねすごい合うというか、なんだろう、自分の好みにこうフィットするっていう感じがあって、うん、まあ、今回のビスクドールのオープニング曲のサンサンデイズもすごい良かったです。はい。なんかこのビスクドールは恋をするのオープニングを担当したってことで、そのスピラスピカのボーカル担当の女の人がいるんですけど、ちょっと名前忘れたんですけど、ボーカルの女の人がいるんですけど、その人がねすんごいおしゃべりらしくて、はい、YouTube 動画だと思うんだけど、 YouTube 動画でそのサンサンデイズの宣伝をその女の人がもうなんかしゃべり倒すみたいな動画がねあったんですけどすごかったね、とんでもない喋りの量。うん。この人、こんな喋、なんかね、何弁だっけな、ちょっと忘れたな。土佐弁じゃない。なんだっけな。なんか、方言が、なんか、喋れるらしいんですけど、うん。なんか、それを交えつつで、もう、マシンガントークっていう感じ、わーみたいな。よくこんな喋ることパン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 出てくんなみたいな感じ、すんごい速さで喋るんだけど、うん、最初聞いた時ちょっとビビったね。スピラスピカのボーカルの人ってこんな感じなんだみたいな、こんな感じっていうか、なんだろう、すっごい喋るんだみたいな、うん、なんか歌声からはあんまり想像できない感じで、もうちょっとこう、なんて言えばいいのかな、うん、なんか普通の女の子って言うとあれだけど、うん、なんか、はい、あんまりそういうマシンガントークするようなね、キャラクターのイメージなかったので、ちょっとびっくりしましたね。はい。まあでも、スピカの曲とかは好きなので、はい、これからも私は応援していきます。はい。そのビスクドールは恋をする、ぜひおすすめなので、はい。まあ、オープニング曲を聴いてみるでもいいし、アニメを見るでもいいし、コスプレするでもいいし、はい、それぞれの楽しみ方で楽しんでみてください。はい。やばいな、もう53分、もうやばいな、半分しか言ってないのにもう1時間いくぞこれ。まさかの前編だけで1時間か。はい。まあいいか。じゃあ最後は、箱詰め、交番女子の逆襲ですね。はい。こちらはそうだね、まあ、交番に勤務する女性を主人公に置いた作品で、はい。もしかしたらね、ドラマとかで見たことがある人が多いのかな。2022年の冬アニメとして箱詰めのアニメが入ってましたけど、なんかそれよりも前に、その、実写ドラマの方で、なんか入ってたっていうのも聞いたんですよね。私は見てないんですけど、はい。なんか私の父親が見てたっつったかな、すごいなんか楽しかったみたいな感じで言ってたんですけど、うん。なのでまあドラマもすごい面白かったっていうのもあるし、アニメもねすごい面白かったです。はい。なんだろうね、まあ私女性でもないし、やっぱ交番警察官って正直普段何してんのっていうところもあったので、なんか警察官がどんな気持ちで働いてるんだっていうのもなんか知れてすごい新鮮でした。はい。面白かったです。はい。うん、ただおすすめできるかっていうとちょっと微妙だけどね。うん、まあなんだろうね、
アニメ作品としてはちょっと異色な感じはするので、うん、まあ、これから見る人にお勧めできるかっていうとちょっと微妙なところですけど、うん、まあ、ドラマもあるしね。だからドラマで楽しむかアニメで楽しむかっていうところもあるかなと思います。はい、うん、ですかね。個人的にはね、やっぱ面白かったからおすすめできるし見てほしいんだけど、ただまあ、うーん、今回のあのアニメ作品の中でそのピックアップするほど面白いかって言われるとちょっと微妙なところっていう感じですね。はい、っていうのが、箱詰め交番女子の逆襲ですかね。うん、あ、でもね、一応言っておくと箱詰め、私ね、ちょっとどの話か忘れたんだけど、ちょっとだけなんか泣きそうになったことあるんだよね。そう、ちょっとなんだっけな、何の話だっけな。結構真面目な話出てくるんですよ。なんか、あの、まあ、コメディの要素強めの、まあ、作品で、結構真面目にね、その警察官がどんな気持ちで働いてるのかとかね、警察官の裏事情なんかも、まあ、本当かどうかは分かりませんよ。あの、私警察官でも何でもないので、分かりませんけど、おそらく結構事実に近い部分あるんじゃないかなと思うんですけど、あのね、たまになんかその、ちょっと真面目な話の時に、私泣きましたね。なんだっけな。あの、息子が不良 でそのお母さんがなんか全然その息子のことを全然見てないみたいな話があって、このお母さんダメじゃんと思ってたんだけど、実はなんかお母さんその義理のお父さんの介護をめちゃくちゃ頑張ってて、もう精神的にすり減ってて、でその義理のお父さんが亡くなった時になんか虐待したりしてたんじゃねえか実はみたいなふうに疑ってたんだけど、もうちゃんと介護してて、でなんかあの介護ご苦労様でしたみたいな感じでやって、お母さんがちょっとこう泣き崩れた時にちょっとこう、俺、私もああ、そういうことあったかと思って、うん、ちょっと泣きましたね。うん、だから結構泣けるシーン、もう個人、私だけかもしれないけど、結構こううるっとくるシーンもあったりしたので、あの、はい、すごい面白かったと思います。はい、っていう感じですかね。はい、箱詰め交番女子の逆襲、はい、個人的にはおすすめなので、はい、ぜひ見てみてください。やばい、あと2分しかない、やばい。てか前半でマジで1時間喋るってどういうことよ、本当に喋りすぎ。というわけで、じゃあ軽くまとめます。あと2分しかないでね。前半話した作品、まあいろいろ喋りましたけど、その中でも特におすすめで皆さん、まあ、今回前半だけですけど特におすすめの作品は、まず王様ランキング、からかい上手の高木さん3、あとはもうレベルが違いすぎる鬼滅の刃遊郭編、あとはワールドトリガーのサードシーズン、アケビちゃんのセーラー服、そのビスクドールは恋をするですかね。6作品が、今回前編で話した作品の中では特に面白かったかなと思います。はい、はい、というわけで、まあ、長々ともう1時間で、ね、結局30分で言うって言ったら、ね、結局1時間喋っちゃうっていうね、あれでしたけど、はい、まあ、さっき言った6作品以外もね、まあ、気になる方はぜひ視聴してみてください。次回は、後半また12作品ぐらいあるんですけど、はい、まあ、明日やるかどうか、まあ、すぐやるかどうかは分かりませんが、はい、あの後編もありますので、はい、ぜひ聞いてくれると嬉しいです。はい、はい、長々とお付き合いいただきありがとうございました。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。